ミケンとの相性があるかもしれないのか。He has to come to Japan for the. そうね。Sorry, Punko. これに参加したかったんだけど、勝った時日本に来れないから。If you're not Punko, who are you, huh? やりたいんだけど、ちょっと参加できない。Don't make me ban you, bro. よかったら、まあラグさえなければね。そうですね。エンドレスとかでも。ほとんどなかったよ。まあちょっとあったけど。あ、そう。うん、ゲマビもね、全然ラグそんな感じないよね。なんだ、中国は大丈夫なの？中国？違う、台湾だね。韓国？韓国と台湾。フンコは韓国かな。そこまでならじゃあ大丈夫なのかもしれないね。結構あっちネット回線ちゃんとしてるんだけど、日本同士よりはほんの少しあるかな。まあさすがにっていう感じだよね。あー、そうですね。無理みたいですね。ごめんなさい、徳島さん。申し訳ないです。ぜひまた次回ですね、入っていただけると。いやー、残念ですね。だろうね、Who's that? 1, 2, 3, 1, 1. You better say something right now before I ban you, because I'm not clicking on that. You got 10 seconds to say something, bro. じゃあすみません、もう一回改めて。はい。徳島さん申し訳ないですが、じゃあ申し訳ないです。徳島さん以外でやりましょう。徳ちゃんまたお願いしますね。You are out of here. Peace. そうですね。5人。ってことは1人シードですか。1人シードですね。うん、はい。どうなるかな。はい。じゃあ予想しますか、恒例の。恒例の。いきますか。じゃあ、モトゥー、モトゥーユン、アサーキャミ、奥山いぶき、シンジュリ、ダックリュー。まあ、倍率で言うとやっぱアクアと、おっ、まあ、キャン的にね、ジュリきついだろうな、これ。誰が？あ、シン君がね、ちょっとね、いぶきとキャミどう？そうですね、あんまりよろしくはないですね。はい、じゃあ、はい、それとね、始めていきます。あ、そっか、5人と1人で、うん、1人で入ってる。あ、そっか。はい、じゃあ、始めさせていただきます。ロードプレイヤーの方が、あ、あれ、キョウさんやった人違うか。はい、このような形で、あ、やった、シードだ。あ、そう、じゃなかったと思う。シードでもなかった。1回戦に、おっくん対アクアさんです。おぉー、おぉー、これね、No, I'm not playing. First round is one of the best Ibukis in Japan versus the best Kami in Japan. You guys also did like 5 minutes from each other. Awesome! だからちょっと俺は期待してません、僕に。I'm gonna say Akko's in the window, but you never know. Ibuki, you know what I'm saying?場所も恐ろしいですね。そうね。なんかさっきツイッターちょっと覗いたら、オッくんとアクアさんがもう1回戦で当たりたいとか言って、オッくんが負けるならアクアキャミに負けたいとか言ってました。負けること考えてると。ちょっとイチャイチャしちゃう。イチャイチャしちゃう。よくあるやつだね。イチャイチャしますね。投げ取って。No setup, but he's pressure. これ見えないんだよ本当に。少しちょっとミスってしまったかな。Could have been real bad. イブキができる。ということで、もうリーチですね。オッくん、オッくん、It's always funny because when I play against this Ibuki player, I'm always waiting for that wake up gift that never comes. オッくん結構神様いる。全員がしますか。周りの評価ではないですね。ボンボンに使っていっててさ、何の信用性もなかったもんね。Zephyrox, if you are using the right speaker only, you'll be able to. You'll be able to choose which commentary you want to listen to. Go to ubcan.com. Actually, I'll find it. I'll help you out. ガーフってダメなの？ガードコンなの？We have a page that's called ガードコンなの？ガードコンなの？ I'm just gonna send you a news. What's the dream though? What's the dream? デビスしたが、風切り出していた。踏んで。Okay, thanks. Yeah. I'm watching.
It's uppercut. No, you can uppercut. Oh! Oh! Grab. That's so short. Maybe? No. What is this? What's this? What's this? これちょっと面白いね。 でもね、一回通れば次の通り全然わかんないよ、これ死ぬと死ぬ。あー、やったあるよ。うまいね、達成拒否。I'm not gonna lie, I want Aqua to win. Ah, gauge がないぞ、くん。40キロ。ah! Ah! Ah! Not biased at all. I'm not biased at all. ちょっと弱気になっちゃったね。ちょっと1試合目からいい試合。いい試合じゃないですか、これ。伊藤さん、do you know what do you know what choking means? Choking? Choking. あ、じゃあ、choking? 失礼しちゃってもう大丈夫か。伊藤さん、almost lost, he's choking. どういうこと？そっち行けって。Okay. あ、okay.Itazan's gonna join me real quick. じゃあ、伊藤さん、ちょっと英語的の方に。 the equivalent of さあ、次、我が指剣から。さあ、サラダシュン。サラダシュン。マイケルサラダ。マイケルサラダ、誰と？マイケルサラダ、誰と？アクアさん。Okay, so, alright, so Itazan is, いや、あの、実は俺、この前対戦だったり、高円寺で対戦させていただいて、20勝、20戦して、1勝19敗とか。おー、マジか！一回ちょっと心折られたんですよ、俺前に。マジか。そうなんですよ。最近あまりにも勝ってなくて、久しぶりに勝ったらアクアだったら、久しぶりに負けたねみたいなこと言われて。確かに。確かに煽ってきて。結構マックスした方がいいよ。あの、うん。距離の後は。調整とかもありますもんね。He almost lost. ちょっと頑張ります。はい。絶対食らない方がいい。アクア。アクア。ああ、OK。So in English we say he almost choked. He's the possible. それで今まで。いや、そんな話です。うわー、やっぱり引き直して、引き直して、おいしい状況、ガッテン、やっとここで水になってしまった。これは厳しいか。何て言うんだろうね。あー、手にしちゃった。手にしちゃった。あっ、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 Who's another good cameo? うまい、行きました。アクア、ワイ、おー、うまい。ナイス、ダイヤ取って、うまい。中継強い。ジャパニーズグラブズブース。壊しちゃばれていた。うまい、うまい、勝ちだ。いいね、うまい、いいよ。メロディースピー、勝てる、勝てる。もうひょったら負けだよな、キャミン。影状況はシン君が3本と有利になっているが、これは相打ち。 I don't know. Maybe Cammy wins. さあ、カキャミ、なんとか今季作期待したいが、まず落として、暴れからのキリキャン、高くしていく。いいよ、いいよ。うまい、うまい。さっき選択した長くアップしている。お互い振り向けて、さあ、これセンター。うわ、そうなんだよな。あ、これは、はい、しっかりコンボミスらない。ここで頼もしい。頑張れ。さあ、ザキャミどうする。さあ、ここで通った。いいから、ハンバーグだよ。高め橋は、はい、おー、いいね。あ、赤さん、アフトグラウンド、また待ってます。アルダイピアバレー、アクアもね、強いんだけど勝てねえよな。何やったの？タッチ大パン？大パン、大パンチで投げ読み、空中判定、空中判定ね、空中判定になるんで。
Stan Smith I've never seen before. さあ、次の試合。そうですね。ありがとうございました。じゃあ、モトゥユンとダックリューですね。赤さん、また次お願いします。赤さん。今この師匠だからね。ちゃんと。ああ、そっか。赤さんモノマネしてるんで。あ、そうなの？モノマネだったか。Maybe my reason was totally wrong. I'm going to try to jump into EX. I don't know what it's called. So, yeah. 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 So, yeah.そうだね。坂本さんと風の子さんぐらいなんですけど、しっかりと画面見る方で、モトゥとザックベネットね、すごかったですよね。なんでちょっとでもベガのイメージがやっぱかき離れてるような気がするんですけど、A lot of people don't know this, but when you knock me down, you work for the cross-up dive kick. If you stand up and block it high, you can cut it.関係ないけどイケメンだよね。イケメンです。背も高いしイケメンなんですよ。関係ないけど本当に関係なかった。本当に関係なかった。シンさんこれ勝った方と。そうですね。まあやっぱキャラ的にはユンきついよ。ユンがやめてほしい。さあ、発表してしまった。さあ、ダックリューどうする？ユンが満タンだ。なんとか知って、反撃の手口をつかみたいと。あ、ナイスガード。さあ、ここで。あるな。画面端壊して。ゲージ入ったないな。あんまアグリフレイム画面まだゲージが3番あるから、あるからあるから。キャンプレイプリティドラウスしかし、繋がらない。あ、我慢強かったけど、ここで PC 持ってきた。なるほど。さあ、勝ち上がったのはもうトゥーユン。展開早いですよね。This stage もう A ブロックの決勝ですよね。いや、俺これウルコンどっちにするかすら迷ってた。実はそうなの。イトさん、ラストユーガーズ。いやー、なるほど、ね、どうしようかなあ。感じた方がいい。そうなんですよ、感じれるかどうか、ここ大切ですよね。感じれるかどうか、なるほど。勝ってよ、頑張ります。プレッシャーかけていくよ。ちょっとね、トーナメントは良いか悪いか。The tournament, just the tournament. まあ言うてももうトゥかなり大切にやり込み勢ですからね。あ、そうなんだ。It's okay, I'm not evil stuff. You can say whatever you want. 1、慣れてる方。ちょっと風水で、はい。風水クソ野郎になってきます。風水クソ野郎。いいですよ。まあね、大会なんでね、クソにした方が勝ちですからね。そうですね。結構風水の方が嫌だなと思って。Out of all the matches, that was my favorite. 俺はね、風水じゃない方が嫌だね。あ、そう。ちゃんとね。Final round? 用なしだけなんだけど。あの、ウルコンに使ってくる。それが強いと思う。Before that match, I was going to play. So I was in my hotel room, like doing training. やってないわりにもっといいな。No. So I was watching it on the stream. うまい。Yeah. やりやがった。邪魔すぎた。これ持続かかったやつだ。あ、これは美味しくない。最近なんかね、湿気を対空にしてくる順位が多くなったね。うん、何なんだ今の流行り。うまい、うまい。おー、いいね。からもちろん風水発動して、からルフィ。はい、いいよ。 Where's the rose player? Filipino man? I don't know. Anyway, だから投げ、 and another one is blocked by the enemy. ポパンで割れて投げる。うまい。あ、空中判定をしてエクスに勝。素晴らしいと知っていた。さあ、これで負けないが、EX 空車。あれね、めくりでも当たったんだよね。ね。持ってる。あ、you're thinking about Sabin, Arturo。さっきから元ってなってる。あ、本当だ。元になってる。ありがとうございます。なんかここの名前がモトゥじゃなくてモト。怒った。モト怒った。これで抜けるの？マジか。勝手に。負けちゃいましたね。これユンに負けるときは大体こんな感じの展開になるんで。現役人に無敵
気があるかどうかみたいな。あ、一フレあるんだよね。そう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 。あれでも風船もあるんだよね。確かに。うん。さこれであるち。いいよ。ビューティーエブリューティーするのは新君側、そしてゲージも満タン。画面端に投げを食らってしまって、さあセットプレー。うまい。しっかりガードしていた。暴れて。これセルキャン。頑張れ。わあ、しかし、ここ、ラッシュ、これは惜しい。来たよ、来たよ、来たよ。カスタムコンボタイム。さあ、始まるか。どうも、万重賞踏んでいる。あおいしい、しどうする、あるか、どうする、さあこれはワンチャン掴んだ形、おわあ持ってんなあ、なんか立ってた、わわ持ってる、モトさんまた、モトなんで今大賞出ちゃったんだよ、これ錦多分騒いでるよ、そうですね、何してんだ、おっしゃ顔もつぶ、さあエヴァン君、運勝ちでした、おじさんで出てきます、スーパーウェイ、運も、そうですね、さあ勝ったのは我が指からのシンクおめでとうございます。いや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 、すごい結構でも第1回戦のオックンとアクアさんのキャミの試合もそうでしたけど、かなり熱い試合だったね。ダスチョーク、デスブロックだよねこれが。あ、違うんだ、リーブロックだよ、リーブロックが次がやばいんですよ。ジャパニーズ学前、ここは予想はジャパニーズ学前。さあじゃあインコさん、おさたろりゅう、フーハジンホーク、ケオケサガット、ニシキンブランカ、アズマリュウマク、ハメタム、ホタ。さあこれね、同じ意味ですか、KOK さんもいるから。ただね、ちょっと俺サガット使ってるの見たことない。あー、サガットはすごく強いんだけど、サガットまだちょっとわからないね、やっぱり未知数。フファジンさんのウルコンの当て方もうこれ結構ブランカとサガットとちょっとこれはこんなことなんだろう、きついんじゃないのかな。トークこれ勝ったらすごいね。アメリカンカメンセン、サタロウさん、サタロウさん、キャラク的にはそんなにきついのはいない。Okay, so Shin won the first block, so which means he qualified for the August 22nd tournament to get a seat for the tournament for Shadow Showdown. Basically, this, all these tournaments are to decide who gets a free round trip ticket to Australia for their tournament. If you want to follow those guys, follow them at ShadowZooHQ. For all your Australian needs. Are you going to go to Australia? If you go, we'll go to Australia.あ、そうだ、英語設定だから。あ、そうかそうか。あと October 13, 11これ作り直し、いや、もう最後指剣で巻き手、手で巻きましょう。はい、なるほど、申し訳ないです。じゃあ、指剣巻きにサンタのキャミ入ろうか。いや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 、殿堂入りされた方ですか。あと、ハメを押さえるかな。あ、プロジェクトしない。はい、じゃあ行きましょう。ギリギリまでトレモしてました。トレモした、素晴らしい。調べてるね。じゃあ指剣と当たった人はシードってことですね。はい、そういう形になりますので、よろしくお願いします。 What happens if you win? What happens? さあ、じゃあよろしくお願いします。はい、これが形になりました。はい、じゃあミスのないように選んでください。はい、行きます。はい、ナッティー、当たるファンがシード、シードですね。はい、オーナートーナメント、1回戦目、そう、セームなんですけど、これは First round is going to be Nishikin under the same account versus I have no idea. Pick set star. Pick me star. I am not going to Shadow Lu. I'm going to be in Malaysia. あれ、今日3人決めるだけだよね。そうですね。3人は試合ないんだ。もう、はい、終わりました。勝ち。本番までバッチリ練習してもらってね。そうですね。特に明けでやりたいですね。Nishikin対これはサガットだから。KOK さん。動画でチェームさん。これちょっと面白いんじゃない？これちょっと面白いですね。There you go。どうなんですか、組み合わせ的には。これサガットがかなりいける。かなりいける。あ、そう。うん。I don't know。まあ結構サンさん錦には勝っている。負ける気しません。ただね、これブランカを知らないと苦手じゃないと思う。結構苦手な人が多い。ああ。あんまりいないから。
あれ。そうだよね。あーそっか。なんか運いいのか悪いのか分かんないけど同郷なんだけどね。こんなんやっていいじゃん。そうですよね。ブランカを知り尽くしてます。知り尽くしてる。Why didn't he use Evil Ryu or Feilong?もう画面走りますよ。やっぱサチじゃなかったらちょっとあれですかね。ネットのラブがそれでコンボが繋がらないからっていうような感じなんですかね。先にリードされると結構やらない。おお。嘘、当たんないでしょ。おお。逆にしてくれる。順調に錦金さんが一歩目取ってきましたね。知らないね、多分なんかを。そうですね、うん、まだ、うん、さあ少し、清宮さんもかなり強くしたなと思って全然わからない2回目出そうとしてカウンターヒットしたんですかね今カリバーさん、あのブランカの飛びに対してそこはいいねあまたこれガーフェンス誰かえこれどうやってチョコチョコチョコちゃんこれはもうバック捨てだったりいやレバーをね、ニュートラルに当たらないんでチョコちゃん2号さんで負けましたチョコチョコカリバー in a very close match いや、すごいかも。おっと、これ美味しい。あれ、いかないわ、ここは。これ、ウルトラあーあーさあ、一回勝ち上がったのに、錦金ブランカー KOK? KOK? わかんないさあ、よえー本当に悪口違う、わかんないOkay. あのツイッターも KOK は動画でジェームズだから多分一緒だと思うおそらくうんそっかインコさんインコさんが出てきましたねハディさんとインコさん面白いな、うん、すごいハディさんの1万歩まであと何くらいだよ1万歩ウルコン1万回決めたってことですかね対戦ですごいなそれ数えたってことですかあの入れるんですよ履歴であそうなんだあそうなんだあで、もう多分9月の半ば頃にはいけるんじゃないかい1万歩1万歩がさあミスター1万歩フワジンフワジンさんのウルコン警戒システム食らうそうなんですよマグ食らうか食らいますよサガットだからじゃないんですか in at evolution sustain many people right インコさんとはエボで really far maybe エボさんはね俺どの人がインコさんか分かんなかったんだよねあそうなんですか喋りたかったんだけど 20th place? I don't know人がすごかったんでね。なんか結構日本人がちょっと話せなかったっすよね。意外と。Then you have to play あのマグジャトツ出されると多分しゃがんでも当たったよね今。ね。このキャラ結構めんどくさいもん。安定でジャトツ出されるからな。おお。狙ってる。いやだか。狙ってるかも。うまい。あるはい。わあ、来た。来た来た。決めていった。ミス1万歩。家庭用倒したら1万歩いけるんですよ。確かに。いや、今9997歩ぐらい。7歩ぐらい。優勝した時に1万歩。なるほど。さあ、ウィニングポーを決めていただきましょう。しかしこのインコルファスやっやっとポーを通してくれないあれダイパンならダイパンなら頭当てますかねでもね、こう結構You type so hard ポーとあの、なんコントロールダイブ似た目にされるんじゃないかウルトラ from Ultra Street Fighter 4 狙ってますよアムゴネハッチウルトラからのスピランどういうのやあ、そういうことか。ロレント、おお。知りしてますね、対空も。さすがのインコさん。大パン対空。And ロレント、おお。So right now, I'm よく見ていた。大変なんだよ。うん。うわー、見てる。あー、で、ついに最後最後しかない DX が飛んでくるおー減る減ってるめっちゃ減ったあ、あれしようあ、で、3時間ぐらい減ってくるお、うまいうまいうわーあるわからないおーダメダメダメすごいじゃんあ、まだ残るんだあるあるあるセキュリージャンプバック大パンどっちにするあ、安全にいた様子見これ危ないぞこうあるなこうあるなさすがにもうこうは警戒されるか
やゲージも、ゲージも、あ、ゲージ溜まったぞ。ちょっとわかんないな。ゲージ溜まった。おー、あー、今かぐったんじゃないのか。あ最後は大逆転。1万歩ならず。お預けということで。いやー、1万歩はじゃあ体質で決めていただきましょうね。そうですね。はい。勝ったのがインコさん。いやー、面白かったね。面白かったっ、めっちゃ面白かったな、今の。さあ、勝ったのはインコさんですね。インコさん、ルーファス。さあ、次はハメオ百貫対東さん。お、またルーファス。ハメタム。ハメタム。ハメタムと東さんのルーファス。前回ハメタムは How is the English commentary in terms of our volume? 前にスタジオでは破れちゃったわけですよね、確か。If the English side is too low, you guys can... そうだ、ここエボでも当たってる、そんな話も聞きたかったんですよね。あ、そうだ、そうだ、したほうがいい？いやね、俺はしたいよね、どっちかまあ、もし時間があればじゃあ。そうね。皆さん、取り持ちありがとうございます。あ、あの、もう EP、グリフィンの重さ。あの、俺、キャリーかな。高田さん、ごめんね。あ、本当ですか。ちょっと話す。エゴでに怒られた。Well, I mean, there's like four people over there, and there's only two people here, so maybe it makes sense? いやいやいや、大丈夫。いや、これ、そうですね。大丈夫、俺の方の方、ほんとないんで。あんたさん、EP5000 もかなり重さ。Have you asked any questions about Zangief's change in the new version? あ、ハメカイドも入れてるんですね、今。あ、なるほど。さすがし、ハメタムには？あー！どうも。I tried. どうなんだろう。どうなんだろう。全然わかんないですね、これ。きついルールとなんかルーラスがきつそうな時もあるし、あ、結構きついのは大変だと思う。 How about Able? Did you try Able? アキノさん意外とルーパス使ってるイメージあるんですよね。 Did you try? そうね、でもルーパス使ってる方こんなにマッチのイメージもあんまりなかったり、昔のゲームは気になってくるんですね。あ、昔のストーフォー、あ、今寒いからね。ストーフォーと AE 何もしてないから、本当にそうね。あ、で、使ったの、アキノさん。あエボー、エボー、アベル。ああ、そうだったらもうだって結構高めに来てるね。わ、ビッグセンキャラクター、ビッグアグリキャラクター。They have to be big。確かにあれですね、もう女のポパンとか高度が強いですよね。ルーパス冷たくてもなかなかくぐり抜けれない。でもレッツ。こうなっちゃうよね、やっぱり。結構触ると芸術でたまるから、一回溶かされたら確かにタメもなくなるし。ハンデス too small? CD じゃない、危ない。今お互い上かったっすね。多分ルーパス。あー、どうぞ。ここで決まったか。So you played これルーパスがかなり大事。イエティア、スローイン、イエティア、ルーパスコマンドグラブ。よそ見て、しかしこれはうまい。垂直だけタイプ。いや、we're not talking about the net。さあ、様子を見て、じっくり画面を見る。投げ。下バットの数、もう一回暴れる。うまい。うまい。うまい。玉投げ通して。おっと、ほら、しかし、ストップ。止まった。止まらない。おー、つぶてる。おー、ごめんなさい。ちょっと安定してしまいましたね。おー、これはうまい。これいい勝負。おー、めくりんさと。おー、ハメタム、ハメタムが、これはハメタムが、ハメタム、しかし、あー、やばい。あ、どうなんだ、これ。ダメ。おー、当たらない、持ってる、あるぞ。He's not big. If he was bigger, he would have. 放送事故ではありませんよ。映像が止まってるわけではございません。タイムはちゃんと動いております。おーっと、おめでとう。ああ、やめた。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 魂の100巻は決まったけれど。最後は決戦する。ワン。けどあれガードされたら終わりかな。うん。EX 結果とか抜けれ、EX 使うかなと思ったけど、どうなんでしょうか。わかりません。わかりません。
わかりません。ホンダ、ホンダのことは。え、ユビ君。ホンダ同士のガンゼメ動画、あれ超面白かったね。あれ伝説だと思う。なんか昔のストフォ時代の。あのなんだっけ中野の TRF ホンダ同キャラ戦があったんですよ。誰だろう、誰わかんない、わかんないんだけど99秒ずっと座ってたっていう。1試合目あのドローだったんだっけ。そうです、うん、あのお互い動かずドローゲームです。え、それ何ネタかなんかな。いや、なんか大会で、大会の配信。真面目にやったっぽいんですけど。え、真面目にやって何もしないんだ。そうです、動いたら負けだったなんて。へぇ、これは、ユキケの方の先生を倒していただいて。はい、じゃあおささのさんは次のから、しっかりとセッティングだけはさせていただきますので。はい、まあでも次も伊沢さん入るから同じスイッチなんだけどね。いいか、まあコンボ練習してください。いや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 、確かにコンボ練習していただいて。最近ゲームの持ち目がね、Yeah, everybody thinks in the new version. え、ゲーム持ち目高いの？ Can and gain. あ、いいことだ。It's gonna be very strong. Only because of what they read. So Ken, Ken is gonna walk faster. He can do. あれ使ったと下がって使うと。遅すぎて、足が、やってらんなくなっちゃう。No, it's not guaranteed. つまんないまだ言わないけど。But it's just like, え、もうカード作った？え、キャミーのカード。For Ken, oh, actually, maybe you guys can correct me. For Ken, did Kamofin announce the changes, or did someone random say that? さあ、ブランカね、すごい楽しみ。さあ、ブランカ。I'm waiting right now. 西金ブランカ対インコルファスですよ、俺。これなんかどっち有利なんだろうな、多分なんかいい勝負なのかな。錦はあのルーファスが結構きついって言ってたね、昔から。本当に、結構ガード困難なのもあるでしょ、うん、あのブランカがだと思う、ルーファスに対して。攻撃予選でもやっぱりルーファス気も大きいなしましたね、誰が倒すかっていうのが。錦そうです、そうです。あときついんだ。そうなんですよ。だけどあんまりルーファスに負けてないよ、見てると。そうなんですよ、うん、Right now I really really do not enjoy playingあのね、前投げ、後ろ投げの後のボタン2択かなんかなのかな、あれ。なんか大パンと中キックみたいな。ああ、ありますね。大パンめっちゃ減るやつですよね。So much work. 仕事みたいな。So much work. Everyone just... まあ、ちょっと動画に慣れてる。みんな逃げるよ。クッパーとか、腕で、みんな逃げる。で、いつも見る。うまい。しっかり回収する。おお、I can tell he went to Canada. これ前の前でもかなりいけるんだけど、なんかうまい、しっかりうまい、あ見てる、あるあ、まあいくよ、ここはこっかて考えとってから、うわー、きそう、しっかりガード、さあ、それ違ってた、さあ、いくぞ、しかしうわー、今、スクラッカーが入ってしまう、うわあ、なるほど、なるほど、あと捨てる？大丈夫？あ、入らないんですね、ちょっと飛んだら反撃が。おっと、うまい、どうする？おお、終わったよ、うまい、いい投げ。通した西金ブランカ立ち上がり、おめでとうございます。おめでとうございます。ラッキーなだけでしょ、今の見ても。ボタン押されたら負けてんじゃん、私は。リンさん持ってんな。持ってました。Everyone knows the word now. See? いやー、しかし、いつも、おさたろう竜と、いや、東ルファスですね。はい。チョーク。
佐太郎さん。佐太郎さんと実力を。東さん。そう、東さんですね。こんな感じなのかな。ねえ、楽しみですね。やっぱさっき、サンタロ先生がやっとくべきだったこれ。ウォーミングアップで。いや、the butter in full force。サンタロ先生強そうなんだけど。いや、サンタロ先生弱いよ。残念だよ、結構。残念。さあ、見ていきましょう。さあ、東さん。ピピ5000のかなりの重さですけれども、ね、これどちらの方なんですか、ね、全然お名前知らなかったんですけれども、いやまだまだ、うん、かもしれないですね。まだ知らない重さがたくさん。さあこっち大勝利。これ一緒っぽいですね。おお、うまい。背景そこじゃないですね。なんだろう、見てるかな。一応見てる。ずらせばいいのかな。あの投げぐら、投げぐら事故で大抵っていう。いや、多分立ってると投げれちゃうから、うん、あのいやできるとしたら、殺大抵押してワンクレブラって投げボタン押せば、落ちたから大抵に投げ抜け仕留めるかも。あ、分かんない。投げ出るか。投げ出ちゃう。He doesn't need meter。こっちはね、投げ出ちゃうんだ。コアをここ刻んで。Are you going to? There's a. There's a big 5-on-5 tournament in Tokyo. 2個目取ったのはアズマルーフォス。One day. Monday. No, Sunday. オフピーター。いい救世主。だから投げて。Are you joining? さあ、サタリュー。お、サタロー。どうする？金発生ってしまう。そして暴れている大勝利。これ味になった。しかし、いつ勝利すかって。さあ、美味しい。腰を切ったし、大勝利。あるある。しかし、しっかりとスライピー。お、惜しい。ゴールデン、ミスがなくて。ダイゴスか。はい。ダイゴスまれて。だけど、カルマスさんなんかすごい眠たそうな目してるけど。え、そんなことないんですよ、全然。めっちゃトロンとしますけど、大丈夫ですか。いや、そんなことないです。あの、ちょっと、うーんって目を細めてただけです。ファイバン。すいません。さあ、勝ったのは、アズマルーハスね。眠いのか。眠くないです。眠くないです。日頃の疲れが。眠くないです。さあ、決勝戦。ニシキンブランカ対アズマルーハス。ルーハス2連戦。ルーハス2連戦ですね。これね、前回やったから。ヒントさんとルーハスさんやったから。そうですね。記憶は戻ってますよね、バテったとしても。People that should be representing Japan in Australia。アズマさんって方がもし、あの、見られたら、これあの、知られてないプレイヤーがどんどん出てくるってすごい嬉しいことなんで、確かに。出ても頑張ってもらいたい。ねえ、嬉しいですよね。アズマ推しって感じ？アズマ推し。ネシキンはいつも会うからね。そうですね。むしろこの前いましたもんね。いたね。ルコンはあれなんですね。トキド？あの、ブランカは2なんですね、ルーマスには。あ、シャンプー大会でも確定しますね。あ、そうなんだ。あと何だろう。おお。ガードスタートでこれ。これによってこれが当たるんですよ。ああ、なるほど。そっかそっか。ああ、もう一方的な試合展開。で、2択持ってきた。で、中継でも表だったな。いやいや、ダイヤス引っ込むと多分、全部取れるの。今やる必要あんのこれだって。流れ乗ってる。ノリノリで表情になってるね。ノリノリですね、これ。私から落として。何だ今の。おっと、セリを取る。あ、ごめん、ごめんらしい。EX 戦キャバレー。あと、これは踏んだが、その後スムーズだった。あ、今度はしっかり取った。うーん、これうまい。やってみた。動機踏んで。坂目橋の2目。あとこれは拒否る。さすが攻めあぐれているが、ここで痛い一発。ああ出なかった、今出しました。さあこれからしっかり家付近まである。乱心。あ、これどうなの。これはおお、レジナカス。今どっちだったんだよね、対空の方が。上かな、多分。上だったんだよ。前に出る。大パン、大パン。やばいね、これ。見えない。だから、ここは素敵。Oh, we got some friendship in this. Another.
うわ、見えない。ビビだったか、これは答え。ビビだった。何でもバレちゃう。あれもね。あ、集まるかぜ。素晴らしい。オールマイ逃げピアで勝ったのは錦ブランカ、おめでとうございます。おめでとうございます。最後の試合だけはよく良かったな。最後の試合だけは最後の試合だけはアンブロックボー、アンブロックボーといった形で、B ブロックの代表は錦さん、錦さん、おめでとうございます。インディアペガで会いましょう。いやー、西手がで会いましょう。ガードフード。あれ、オーストラリア行くのかな。じゃあ、行くんですかね。ガフね、行きたいんじゃないかな。行ったらいいのに。Where did... はい、なんかいろいろ事情あるみたいだね。ありがとうございました。ありがとうございました。言ってるんだけどさ、ここらは言えないような。ちょっと、うん、なるほどね。うん、さ、外国行けるのがないです。伊藤さん参加されますか。やりますか。わかりました。じゃあクリエイトマッチでそのまま向かっていただきます。ということでね、今回なんと急遽伊田さんがね、はい、我らが伊田さんが参加してくれるっていうんでね、みんな応援よろしく、はい、ということで、じゃあお呼びしていきます。お呼びさせていただきます。はい、伊田さんの懺悔、伊田さんの懺悔、伊田橋懺悔譜懺悔、伊田雑誌、伊田雑、伊田雑誌の。あ、そうなんだこれ。なんかペンがおかしかった。あ、そうだね。いただしあ、のってこういう、あ、そういうこと。そう今日とかに、ペさん、ペさんはゲームはきついよ。のすけさん、のすけさんの数はもう、はい、とりあえずお呼びは、はい、はい、ビアンヌ・リーブスとイーブさん、ジョスト、これペさんですね、のすけさん、京都さんいらっしゃったので、あとイッティーさん、あ、いらっしゃいましたね。はい、これもじゃあ、開始ボタン、じゃあ、伊藤さん、レディー、終わっていただいて、はい、じゃあ、見当て、僕、現在、いけんじゃないですか、ね、お、マジですか、こんなが一番きついのゲームですか。はい、これが終わってます。は、あ、ユーユンですね。あ、ユーユンで、あれ引いた。はい、なんでレディオお願いします。これ引いちゃったな。引いちゃいましたね、ちょうど。相当きついの。相当きつい。12ぐらい。さっきと一緒だよ、そんな狭い息できるんだ。あ、ユーユンで、ここは予想は、予想はでも相当みんな強いですよね、ここにいる人。俺はね、ヨリくんがちょっと来るかな、来るんじゃないかなと。そうね、まあ、イタさん対ヨリくんも見てみたいしね、ザンギ。確かに因縁の対決。今日さ、指剣に遊びに来てヨリくんに負けたら、うん、悲しいかもしれない。ポイントなんだけどね。悲しい顔すると思うよ。その際は。その際は。その際はちょっとお酒飲みに行っても。皆さん面白いな。さあ、しのちゃんと競争。あ、来るぞ、しのちゃん。今日は、しのちゃん、悪いやったな。真面目。今日は。開幕調圧が当たり前なんだよ。 NHL 競争 from Yokohama. This is Shino-chan from way up north. やっぱり強いぞ、よろしいか。Shino-chan鬼ストライト出してて、うろうろして投げる。うまい、うまい、うまい。すごいのローマンっぽいよね。So far, I've seen no switches. I just saw a setup, a trick, and mashing on some relatively safe invincible move. What is that? 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 What is うまい。どうするの、先はずっと横浜でやってたのかな。で、あ、本当にガーダーヘッド、カムヘッド、ディズニーズカミング、ワンマーヘッド。あ、えっと、わーっと、
ultra. She wants the ultra. But he should. He shouldn't do it now. Rose isn't really. She's not really that behind right now. She lands a hit and she can pull off her ultra. She can win this round.裏から出て、ちょっとの足のちゃん。普通なの。割り返すわ。割り返す。だってあれガードしても出てくるよ。あ、本当。それはあかんですね。それはあかん。さあ、カリさん勝ち上がったのは、イニシャルローズ対しのちゃん鬼で、しのちゃんが勝ち上がりとなりました。キャンリーブス。キャンリーブス。さあ次のすけさんとよりくん。いいゲームだな、これは。結構のすけくんも。この間勝ち上がってきたから、あれ誰に勝って勝ち上がったのか。生強豪に。You guys are free to say whatever you want in the chat, as long as you guys aren't like saying racist stuff or like insulting. As long as it's not overly offensive, I'll be the judge of that though. So if I see something and I don't like it, you might be pissed off. Sorry. 誰かに負けたよ。誰だったかな。Nosuke. Wow, Nosuke has a lot of points.キャミだっけ。キャミだっけ。まあいいや。あんたと同じ色だ。お。これはキャミ相当。ユリ。ユリ。ちょっとユリ君もそうだな。じゃあユリ勝つと思う。はい。プレイヤーは too much e x p Oh, in the face. I. Look. Wow, this. Character knowledge. What is this? Like bug らしい. Ah, bug. That's kind of funky. You better flash. Oh, what? What is this? Wow. Long. Long. This is a lot. This is a lot.なんか、ネットンネガーの別にそんな大したもないよね。何ぐらい？ワン、ツー、スリー。はい、板さん、いますよ。板さんいますよ。セレちゃんのカンボですよ。うまい。返せ。うわー、いいね。スープレックビッチ。わかった。ジーニアス、マイフレンド。ヨリ君の得意技。なんでよ。結構ヨリ君あのエボ行った時に海外勢みんなに疲れてましたね。Yeah, I don't know anyone that likes to play against Taipei. あ、そうなんだ。ジャスティンとかみんなあの後ろでニコ。But the good part about first is I mean people that suck at Street Fighter and can't give them a chance. なるほど。なんかヨリ君対あのブンゴの試合があって。はい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 。ゲーム見てて、ヨリ君が超叫んでた。Whoa, that was so disappointing. 超面白かった。面白いな。おお、なんだ今。That needs to focus. 遅れたんだ。Fuck it, man, just run everywhere. Do it. Oh, that was pretty good. I'm a little sad right now. I'm a little sad.
ごいっすね、のすけさん。ねえ、のすけ成長している。No, I studied before I came here. あ、そうなの？書いてあったね、今ね。書いてあったのかな？ねえ。何だろう、ほとんど。書いてないです。キック3つあるから。宇多田さんの玉ないです。さあ、では、このゲスト、宇多田さん、出てきてくれました。I'm still a firm believer, though, that Cammy's not that broken. Well, I mean, in the hands of a really good player, yes, he's pretty broken. But that's only one. You only get to that point. You only get that frustrated when you play someone that's at that level. But when you play someone that's like even above average, it's not that bad. ペコナマ、ペコナマさん、the top player that uses her, extremely good pushy. 平和に、平和に名前を覚えて。楽しい、なんか質問だな。Also a really good pushy turtley Cammy. That's totally broken. さあ一番当たりたくないと伊田さん言っていた相手はゲン。うわ、これやばすぎでしょ。200ぐらい減るの？相当減りますね。ペイさん。ペイさんです。これ怖いね。これ食らいたくないね。ああ、アジアリーグで R さんがロマンホーと名付けていた。ロマンホー。Everybody that uses Zangief says Gen actually beats Zangief really really bad because of the setup, of course. Hard ass character to use. But Flash Metroid actually says Zangief can beat Gen pretty handily just by playing Pookie.Let's see what he's done right now. Oh, he's got it! Oh, he didn't get it! Oh, oh, oh! Itabashi Zangief is playing on the Yubiken account right now. Dude, guys, we're giving a free round trip ticket to Shadow Showdown. Everybody wants to enter.しゃがみ中パンがね、結構やっぱ、ね、何もできない。I love how you cannot challenge his own strong. なんだろうね。It's cool. It's cool though. ローマンホまだ時間ある。そうだな。うん。さあ、ゲージマックス。地獄。ああ、地獄だこれ。ロマホ。This guy's not gonna. He's not gonna go in until he hits ulti meter.あるか？あれ？あれ？掴んだ！夢を掴んでいく！うわっさから！投げグラップして！あれ？死ぬじゃんこれ！やばっか！いいゲーム！いやー負けた！マジか！That was awesome! That was awesome!お疲れ様でした。ああ、まあ、しょうがない。一番当たりたくないって言っていた。ちょっとロマンホー暗らしいから、最後。ロマンホー、何時に決勝。ロマンホー、私、気持ちよくなっちゃうからね。気持ちよくなっちゃいますね。いやいやいや。しゅんちゃん対のすけくん。うん。鬼キャミ。よっ。伊田さんって言われてますよ。伊田さん。まあ、より君に負けるよ。これ見たか探したわ。先ほどの、先ほどのダメージの話だよ。あれ、シードもらえるのって、これともう一個あったよね。あれですね、最初の、かげちさんの、シングル大会。シングル、はい、ほうほう。伊藤さんは借金返してきただけだから。これあれさっきのペコナマさんですか。あ、ペコナマさん。帰ってもいいか。まあまあそんなこと言わずに。これは。
ちゃんみたい、しのちゃん、取った方がいいよ。いや、まだ純潔。おっと、ガフかな、はい、あ、ありそう。あ、ガフっぽいね、あれも。あれ、そうなんだ。あれ、下がっとるやつあるよ。あ、そうなんだ。下がっとるやつガフだよ。あ、そうなの。へぇー、え、たぶんファミもそんなお決まりしてる。面白そうよね。マオでかもしんないね。あれ、静かにプレイ鬼、メキシマのプレイ鬼。ファミがね、次、伊藤さんのペイ。あ、そう、使ってて。下がってたらいいから、ちょっと水くらいのもの。使ってさ、あの、スキルがなかなかちょっと触れないんですって感じか。あれで、これは裏。初めにやってるな、しんちゃん。伊藤さんの勝利圧倒感。ほらほらほら。おー、今のやばいね。あれ？あれ？おっと。始まったかこれ。始まったらあるの？これあと1回で終わるよ。あと1回。ああ。きつい。下がったのはしのちゃん。しのちゃん。さあのすけくんちょっともっと見たかったですね今日。そう。まあ、刺繍がしたんだけどね。刺繍が刺繍がしましたね。確かに。したね。さあ次ペさんの現在イキイキさん。ペガですね。イキイキさんはこれ初戦、初戦でしたね。そうです、シードでしたね。ちなみにペさん、あの今まで指定出たんですけど、全部一回とかもなかったんですけど。ああ。おお。そうね。初戦だいぶ気持ち良くなったからね。なんかロマンホー、ロマン、この後のロマンホーちょっと見どころ。出さないんじゃないの？世界のロマンホー。大キックに合わすんじゃない？うん。あ、なるほど。ロマンを。合わすかな、うん、俺なんかそんな予想するかな。そうロマホ何回当てる、当てると当てるかゲーム、あれ5回当てれば勝つでしょ。でも確かに200ですからね。100もあんのあれ、なし200だって。ほんとに160だ。カウンターで200か、160。低いキャラだよね。ゲーム無理、これ無理だよ。無理無理、あ、無理ゲー、どっちが無理？メガが無理。目が無理なの？目が無理？無理？無理なの？本当に？そんな無理な感じしないけどね。イキイキさん頑張ってるね。さあ。うまい。あ、タチライターのミス今。あ、なんかこれやばそう。やばそう。下しげなんかあんの。うまい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 。あれ？ペさん？ここはロマンを出すしかないんじゃないの？キャッチミューとね。キャッチミュー。空気読んだね今。聞こえてるのかな？全然遠かったもんね。ペさん分かってるな。さすがだな。でもペさん実は皆勤賞じゃないですか。あ、毎回出てくれる。そうなんですよ、皆さんね、かなり毎回出てくださってるんで、ありがたいですね。空気の読み方もさすがという感じでしたね、今ベテラン勢の入場で、今の空気の読み方相当ペガうまいですね、ね、厳選が、うん、でもレールからそうね、これ全然負けてないよ。あ、待って、これは後輩だ。あ、また来たな。ここでロマホー、ロマホーからのロマンセットプレイ。マジで。あ、うまいうまい。あ、きつい。これきつい。どうすんのこれ。あ、終わりました。あ、勝ったのはイキキさん。あとベリーハルナ。キム。キムがベがいけないいけないって言ったけどね。いやー、ペさんのちょっとあのロマン砲出してくれたの嬉しかったな。あれのせいで負けたまである。やっぱ当てないと。そっか。勝った方は北海道から来るか関西から来るかの。あ、そうなんだ。あ、関西なんだ。あら、しのちゃんは今北海道。北海道。室蘭。
ムロラン確かムロラン上ムロランって上だったムロランは下で使ったでもどっちにしろ札幌まで行かないとダメなんですよ、東部でなんかあんまりないですよね、最近のバーああ、そうなんだ東京に来るには、一回札幌行って札幌かな東京まで室蘭空港だった気がするけど室蘭空港なの結構いっぱいあるよね、うん、あ、北海道は、大丈夫かなね、遠方からはるばる来ていただくことになるかと思いますがよろしくお願いいたしますチームやろキムキム、はい、鬼は鬼ゆり鬼ゆり鬼ゆり、ね、キム結構、ね、キム自虐だな自虐だ な結構自虐だな、まあ、分かんなくもないけどゴーダラゴーダラあいやここ日本だからここ日本だからテイクテイクメガドラトルコステージでこの子飲まれるんだねあ、そっかこれクラブファイナルだあ、そうなんだ、ね、鬼こんな音楽だってやったこれモンキの違うかななんかメドレーになってんだよねこれ誰のステージとかではないんだそうそうそう専用のこのトーナメントモード専用のいいね剣の音がかっこいいよねうん、うんうん、チンジに削られた音楽の中は何をしてるんだろうね結構聞いちゃったね俺も音楽聞いちゃってるわからしっかり詰めてさ、これはわからないおーおーないねわからしっかり来てはい、逆だあー、危ないあ、でかいわおぉえ、キキさん、うまいですねキキさん、ほんとうまいすごい嫌な間合いですね、うん、見ちゃうあ、あったあおぉ、めくらないよおおおおおお上で潰してないおぉ今出るのかなんか目がこの辺まで戻ってなかったうん2ターン目だったのかなあいいことだろ、1時間おぉ来てこれ取れない生サイコだったよな生ルバないな We can keep doing the neutral jump stop からの多分いいダメそして投げば取る投げあー取れてるこれ強いね、キムさん。ちゃんと垂直に足元に出せる。これがベガのうまいベガの接触。うまい。うわー、あった。あ、打ちになって。あら、よく出した。あれ、流れて。うわー、滑る。滑る。いった、優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、面白かったなー。来てくれるね、のかな来てくれると思う、うん、どこで日生がでやるやつそうですね、日生がですね一気一さんと、あとは西金リングランかあとは Y 回戦で負けたんでシン君そこいるそこいるそこいるということですね、ありがとうございました皆さんいやでもぜひ次も参加お願いいたしますあとちょっと今日ね、徳ちゃんが相性問題出ちゃって ね本当申し訳なかったっすわ本当にはいまたぜひ次回お待ちしてますんでよろしくお願いいたしますはいしますはいいやお疲れ様です今日はね板澤さんね本当ありがとうございます、はい、急なお呼び立てにもかかわらず試合まで出ていただいちゃってね本当ロマンホいっぱい食らっていただいてありがとうございましたはいじゃあ、まあ、ロマンが好きな男だからねそうだ ね, ちょっとね動かされない見せられちゃったねそれだんだんね板澤さんにうちの方からお今回お越しいただいたということでおーマジあれ、はい、あらま一応ですねちょっとまだ後で選んでいただく感じですねはいはいはいあと種類とかも選んでいただく一緒のやつだも
ありがとうございます。おー、素晴らしい。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、スポンサー様、アンダートン様より、はい、まあ、色とあのサイズいろいろありますので、はいはいはい、後ほど、あとでじゃあ物色、はい、物色、はい、はい、物色いいなぁ、レギュラーになるまで一回もこんなのなかったよ初めてだよ、本当に。じゃあ初めての試みですね。なるほど。まあ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 なんかその気まずい、あ、ちょっと気まずい沈黙。何も別に大丈夫。はい、ゲームやってきた甲斐があったなって思います、ね、ぜひ顔で来てくださいそれ顔で顔出てんだよ。顔で出てる。顔もそれは、それは出てます。あ、そうなんだ。ああ、はい、ということでじゃあ、もう一回、yeah, 本日の優勝者3名お呼び出し、お呼びだ、お呼びさせていただきます。はい、A ブロックは、我が予備軍からシンくん、はい、おめでとうございます。はい、頑張った。 B ブロック、ニシキンブランカ、うん、そして、C ブロック、どこ行った、一気さん、一気さんの鍋がおめでとうございます。強かったね、本当に一気さんが、うんうん、いや、私知らなかったんですけど、有名な方なんですかね。そうです、本当に強かった。あ、知らなかった。アーケードは、アーケードもやってます。一気一気さんって名前で。そうですね、ベガのランキングも載ってる。あ、そうなんだ。いや、強かった、すげえ面白かった。モンテデーとかそんな感じ、ちょっとわかんないけど、でも、僕が1年前くらいでもうあれも去ったような気が。すごい、本当にもうすごい芋さんの方ですね。すごい、いやー、面白かった、ありがとうございます。ということでね、今日ご参加いただいた皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、どうします、なんかちょっと軽く雑談とかしますか。エボの話聞きたいんですよね。そうだよ、だ、全然喋ってなくない、エボの話。エボ、あ、そうだ、今日さ、みんながさ、そういうの、ね、なんかみんながさ、今日エボの T シャツ着てくるかと思ったからさ張り切ってエボの T シャツ着てきたらみんな着てこないから、なんか張り、なんか私だけ着け、なんかみんなで着てね、出ようねって言ったのにね。そうそう、はしゃいだみたいな感じになって、なんか悲しい。めっちゃ浮いてる。そう、悲しいよ、なんかすごいすごい悲しい、これ。俺10万返したよね返したっけ、本当だった。あ、返したっけ。あ、じゃあいいやちょっとあの映像で証拠残ってますんでね。あ、そうそう、そうか、そうか、確か証拠残ってるっすね。素晴らしいね。あ、いや、よかったよかった。あれ、エボリューション自体は皆さんどんな結果だったんですか。出たタイトルとかも合わせて。あの、30三太郎さんは、何位だろう。33位タイとかなんかそんな、うん、35位6位ちょっとわかんないですねなんか結局ベスト32とかってやると、その32の人がたくさんいるんで、うん、繰り上がる、うん、ランクが繰り上がる、ね、はいはいはい。33位タイじゃない、で17位タイじゃない、25位だったっけ。え、俺も25位だった。板さんと俺は同じとこ、うん、え、じゃあ俺50位タイとかそうなんの、違うのかな。ね、もうよくわかんないです。結構ダブルイルミネーションとかね、そう、複雑だから。なんか33位だか2位タイだか、なんかそういうの送られてきたんで、ツイッターに。あの、へぇー、そこだった。俺なんか来たでしょ、25位だったから、その時俺確か32だか3だったような気がする。多分そうだと思う。33じゃない、33だと思う。あ、そうそう。でも途中で当たっちゃったんだよね。ね、あ、そうだ、そこで俺敗退しちゃった。やめようですね。それかさ、そういう話する場所だからそういえば忘れたけど、パイスライタさんにもお金貸したわ。あ、パイスライタさん。あ、ライタさん。あの、風間丸ライタさん。あ、そうなんだ。いくら？あの、ニキチガの、あれですね、ポスター書いている方ですよね。連絡来ません、一向に。それはなんか、あの、個人間でやってください。今、ゲームの話してたの。完全に思い出してる。あ、みたいな。忘れてたんじゃん。今思い出したんだよ。忘れてたか。他のくだりやったところで思い出してもらっていいかな。そうやのパイスライターが言いたくて言いたくて、あのね、ムキムキだから、ね、あの、なんだね、バックスやると、ショルダーバックしてると、そうそうそう、あのすごい盛り上がり、勇気が出る。すごいブラした方がいいんじゃないかっていうぐらいですね。いや、ホントロマン対インフィルが見たかったって。ああ、本当に強いんだよねインフィルは。あ、そう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 。あ、インフィル、あ、結局豪気だったんですか。豪気で。豪剣じゃなくて。うん、なんか試合前に豪剣で来るっていう噂があったんですよね。そう、うん、と去年のエボリューションでインフィルはどっかで豪剣出してた。あ、ボンちゃんにかな。ボンちゃんに、分かんないけど、ボンちゃんとやるときはいつも豪剣なんだって。あ、そうなんだ。で、ボンちゃんが豪剣で来ると思いますよって言ったんで、はいはいはい、前の日一生懸命豪剣戦だけ練習したの。へえ、まあ豪剣だったよね。まあまあしょうもしょうがない。サムさんはウィーナーズかなんかでインフィルと当たってたんですか。そう、ウィーナーズの1回戦がインフィルだったの。その、そう、
そのなんだっけクオリファイヤーを抜けて、一発目がそのイギリス対スーパーサンタ。そんなところで負けちゃったもんだから、もう32まで行くの大変で大変だった。何回勝った俺優勝でもいいじゃないのと思って7、8回ぐらい勝ったと思うんだよな。と1回負けちゃうとさ、本当にやばいんだよね。本当に勝つ回数が半端ない。そう。いやー、でも本当強かったな、インフィルが。正直勝てるかなとか、ワンチャンあるかなみたいな。ワンチャンというか、いや負けないでしょ、合気戦の自信とか。もう合気はやり慣れてるし、取ったら、え、何これみたいな。俺1回負けて、あ、俺勝てないこれったもんね。そう、マジで、そんな強い。どう強かったのそれは。あのね、いつもありがとうとかさ。ね、とりあえず残ってないと思うからまあ見れないと思うんだけど、合気がね、立ち台 K をサガットにガードさせる、はいはい、ガードさせに、ガードで OK みたいな感じでガードさせに来て、その後こっちコパンが壊し、立ち壊しを振るので、とりあえず触れる確定なんだけど、はいはいはい、インフィルがそこで立ち壊しでこっちの合気をすかして刺してくるの。立ちショーキックで、でこっちの立ちジャックパンとかをすかして周足させたりとか、やられたことなくて。それ隠るの？いや、なんかね、隠るのか分かんないけど、俺は食らってた、それは。多分、こっちキャンセル入れ込むから、ショットが。確かに。うん、そのコパンとかね。だからレバーが裏に入ってないんだ。そうだね。確かに。それで当たってるだけなのかな。やられたことなくてさ。なるほど。結構ね、そう。サクッと負けた。1回目サクッと負けた。で2回目結構頑張ったんだよね。そうね、で取りそうだったんだけど、なんかね、結構見たことないセットプレーとかしてたよね。そう、なんだろう、まあ、食らったことないセットプレー食らったりしてたの。そう、本当強かった。数の子戦もね、本当極まってたよね。龍太言うんだよね、その時は。数の子超弱えと思ったもんね。取られてたよね。そうか、あの数の子が、やばかったね。キチケンはどんな感じだった？俺は結局ウィナーズでカズノコに負けたの。え、あ、そうだったんですか。カズノコとはウィナーズの1回戦がカズノコで、まあ1ゲーム目俺が取って、で2ゲーム目取られて、で3ゲーム目取られてみたいな。1回戦だったのね。1回戦。まあ俺1回戦シードだったんだ。あ、そうだね。なんでまあカズノコだけ2回目だった。そう、2回戦だったんだけど、まあ。まあ、もう結構体勢でやり慣れてたから、まあ、お互い手の内は知ってる感じの戦いになってたから、まあだけどいいところで飛ばれたりして、まあ結構最初いけるかなと思ったけど、俺も勝つと思って見てたよ。まあけどやっぱり心理戦っていうか、なんかその辺はすごいあっちの方が上回ってたなっていう感じかな。じゃあ結構あそこまで俺と当たるまで結構勝ったんだ。結構勝った。だから結構ね、俺ガイルに負けそうになって。結構強いガイルがね、伏兵でいいって闇に潜んでた。闇に潜んでた。なんか結構取られて、で最後なんかね、ごまかして勝った。なんかそう、ぐちゃぐちゃにして勝ったんだけど、そうで、最終的にウルフクローンっていうバイパーね、バイパー、ルーザーズね、それ勝つとまた勝つのこと当たってたのかな。あ、もしかすると壇上？壇上の1個前か。壇上の1個前。カズノコじゃなかった気がするな。あ、インフィルだ。いや、違う、インフィルかカズノコだった。ウルフクローン、ん？ウルフクローンは誰に負けたんだろう。対誰だっけな。カズノコじゃなかった。こんなの。だって同じ A の中でやるから。そうだっけ。うん。あ、そうなの？うん、じゃあカズノコとは何回でも当たるんだ。そうね。どっちかがこう落ちるまでは。へー、俺も A だったよね、確か。そう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 。あと、いや、A だとあれ違うか、A とは。A だも A だよね。キャベツも A でしょ。キャベツも A だ。結構密集してたんだけど。どうだったっけ。そう、俺ウルフクローンと当たったんだよ、同じブロックで、同じクオリファイアで。え、A？ 俺でも B だった気がするんだよね。あれ？どうなってるんでしょうね。どうなってるんだ。みんなの記憶違いの。全然覚えてねえな。俺 A だっけ？あれ？まあどっちかがやらかしてますね、これ。ああ、まあまあまあ。ちょっと俺全然、まあまあまあ、全然自信ないんでそこは。まあ、ウルフクローもかなりいい試合で、そう、もうどっちか最後1本取った方が勝ちっていうところで、まあ、まあ、あれだ、俺だったら勝ってたな。なんだそれ。ていうかさ、ウルコン変えた事件は、あ、あれですね。あれ、あ、そう、それ言った方がいいよ。それは見てました。あれ、そう、予選の、決勝か、決勝で、まあ最初もうサクッとそのなんだ、フィリピーノマンっていうローズがいて、でローズがフィリピーノマンチャンプじゃなくて、まあ、
であの、まあ、ローズスカイっていうのは前もって知ってたんだけど、うん、相当牽制が仕上がってて、うんまあ、1試合目もサクッと負けて、うん、でキムに竜使ったらって言われて、その時俺がなんかけどなんか竜だったらまあ勝っても負けてもなんかつまんないなと思って、ね、そうだ剣使って、うんまあ、2試合目取って、うん、で3試合目も、まあ、あっちもあのローズで来るなと思って、うん、けど一応、まあ、まだ決めないでおいたので、ねうん、カーソルは、うん、でいきなりキャミーに合わせたから、うん、であキャミーで来るんだと思ってキャミーでボタン押したの相手は。そう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 、キャミーで1回ボタン押してウルコン選択画面まで行ったんだ。そう、うんで、あじゃあ俺もウルコン1で行こうと思ってウルコン1選んだら、うん、変えたのね、うん、まああそこってまだキャンセルできるじゃん、画面的には、ねうん、で、まあキャンセルされてまあローズに戻されたローズに戻されて、うん、ウルコン1でやる羽目になったっていう あれルール的にはまあありなのかな、けどそれがいいんだったら絶対最後までボタン押しちゃいけない、うん、どっちかが押した方が完璧になっちゃう、なんかこんなになっちゃうよ、こうなっちゃうね。けどそこはやっぱ言うべきだったかなっていうのは、ねうん、だってさ、あの初めの第一試合じゃないじゃんそれって、そうね、え、吉健が取り返した後の3試合目の話でしょ、うん、そう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 、その時ってやっぱ向こうがキャラ選択できる状態なわけだから、うんうんうん、そうね、ね、確かに確かに、一応だから相手に決めさせなきゃいけないものなのかな、そう、まあ決めてから、うんうんうん、そうだね、決めるっていうか、まあそれでもしそのまま次の試合に行こうとしちゃったらやっぱし待ったをやっぱり言うべきだと思うよ、俺は、ねうん、もしくは自分がその立場だったらあのこっちの方にキャラ変更しますけど、ウルコン大丈夫ですかって聞いたことを聞いたりとかも、まあね、けどね、やっぱ ねプロでしょ、相手も、うん、やっぱもうすごくやっぱ勝ちに対する執念がすごいんだ、うんうん、そう、いや、いいことだと思うんだけど、それは、まあ、確かにそう ねで、なんか俺も新庄になった時に、うん、これで勝ったらなんかやってやった感があって、まあ、変えなくてもいいかなっていう、なんかそれがね、なんか因果応報ってやつ、ウルコン1だから殺したみたいな、そう最後そうでしたもんね、うん、実際に勝ち方が、そう、うん、かっこよかった、そう、なんか俺もちゃんと見れてなかったけど、うん、ちょっとそうビッグスクリーンみたいな、こうウルコン1がバーってなってあれ、吉弦勝ったんじゃないの、うん、そうね、うん、そうそうそう、まああれ、まあ勝ててよかったね、本当に、うん、負けてたら言い訳できないからね、うん、どっちみち、うんうん、まあ、そんな感じですよね、そうですね、斉藤さんはいかがでした、加賀君は、一応プール抜けはしたんですけど、プールのファイナルがフィリピンのチャンプのダルシムだったんですよね、おで、まあ、ダルシム対策全然してねえじゃねえかってことで、2人がサンタロダルシムサンダ ンダルがあの延々と下台 B を打って、それにしゃがみ台 K を合わす作業をしてたんですけど、まあそんなのは実戦でできるわけもなく、サクッと負けて、あのいやけど勝てそうな、結構惜しかったんだよね、1本取ったっけ、取ったね、取れそうで、ラウンドは取ってたけど結局 2-0 で負けたのかな、惜しかったけどな、結構、うん、結構あっちもさ、まあ、あの、うん、やばいって感じだったよね、そう、画面端に1回押し込んだときはいけるかなと思ったんですけどね、うん、ランドだけだったら1試合取ったような気するんだよな、ちょっと分かんない、2-0だったと思う、嘘、うん、そう、フィリピンのチャンプはね、うん、ランドしか取れてなかった、本当に、うん、そうで負けて、でその後1回戦目で当たった、うん、あのベガとルーザーズと、うん、あルーザーズで当たって、うん、でそのベガに勝って、うん、なんとかルーザーズで抜けたんですけど、プール抜けた後の1回戦がアベルだったんですよ、うん、でアベル対策は結構やってたからいけるかなと思ったんですけど、まあ、まあ負けましたね、プール抜け直後で負けちゃいました、でもプール抜けるってすごくないですか、実際、いやでもやっぱプールによって結構その強さの偏りがあるから、なんかその私のいるブロックは結構その記念参加の人とかも結構いて、うん、ですげえ強い人はそのフィリピンのチャンプぐらいしかいなくて、でその最後に当たったベガがちょっと結構強いかなっていうぐらいの人だったんで、ラッキーだった、で最後負けたアベルも相当いい試合、最後もドットだったよね、ドット、うん、お互いドットで、で後ろから見てる俺らは最後、いやホイールでしょ、ホイールでしょみたいな、ね、絶対ホイールしてくれると思ったけど、うん、でまあホイールして負けちゃったんだけど、うん、ホイールで負けちゃったんですけど、ボタン押して話すだけで、そう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 、まあ難しいか、まあ、大会だからね、うん、そうですね、うん、でもまあなんかその時にすごい後ろでみんながすごい見てくれてて、でやってる時は気がつかなかったんですけど、終わった後になんか拍手してくれてる人とかがいて、すごい嬉しかったしなと思って、うん、なんかちょっとうってなりました、その時は、はい、っ
って感じですね。はい、あとはそうですね、うん、そんな感じで。で、キョウちゃんなんか聞かれてなかった？そう、なんかこう視聴者の人が、はい、井田さんに質問があると、お、あの今後そのザンギの、はいはい、来年のウルフォーの、はいはい、調整案、調整案ね、調整案、はいはい、まあ、それがもう発表されたのかな、ザンギは。まあ発表というよりは案だよね、やっぱし、あくまで。それについて、まあ自分なりのそのどうなればいいのかとか、はいはいはい、まあ実際こうなるんじゃないかとか、なんだろうな、まあすごい難しい話、うん、特にザンギだから、うん、ですね。ってのあって、で、その今発表されてる調整案はちょっと分かんないんだけど、うん、ね、とりあえずやっぱちょっとチョップが強すぎるから、これね、そう、板の橋で、なんか板さんがよく使う EX ダウンでもショーキック EX はカンボでできない。え、嘘、え、発声が遅くない？ショーキック聞いたことある。あー、つながんないと、ショーキック普通のガミシングがカンボとちょっと後ろ、あ、ゼロ、じゃあ発声が遅くなるってことかな。そういうこと かもしれないよね。ちょい前じゃん、そんなことしてたね。それはどうなんだろうね。だって対応ショット抜けられないよ。あ、ヒルズな。でもその例えば筋中継から EX 版につながってダウン取れんだったら、モード入るよね。てかさ、ダウンするかしないかってすごいやっぱ重要なの。重要だよ、ね。だって今ダウンしたら、変な話、最強キャラの一角に入る。本当に。だって EX、ね、EX Green Hands、if it knocks you down, then isn't Zangief like, like one of the best characters? その時どうだったの？ That's what he just said. 下がって使っ、あ、5期か。はい、5期だったよね。あんまりザンギは、まあそれは5期下がったらきつくて、あともう圧倒的に有利みたいな、そんな感じ。下がった5期だけきつかった。そうそう、あと有利だったんだ。基本的に有利だった。あ、そうだったんだ。誰いたっけ、まあ竜とかはまあいいしょ、まあでもザンギでいいかなって思う。あと結構強かったんだ、ザンギ。そう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 、へぇ、そうね。いや、ノックダウンは pretty good。 なるほどね。まああとはなんかこう、ここが変わったら、あとはね、そ、円柱形が、うん、あれ当ててもマイナー7とか。やばいね、そう。ガードはね、ガードしてマイナー10なんだよね。うん、キャビのウルコンとか踏みちゃうんだ。そうそうそう。マイナス 7？ マイナス7。そう。それでヒット。ヒットしても。だから、ヒットがマイナス7。もうちょっと、だって技当ててんのに、例えば stand medium kick is even when it hits is minus 7, so he wants to get that change. But I don't really know. Well, I mean, yeah, for sure. There's no reason that it should be minus 7. 当てたらダウン。いやけど、but I mean, he wants that to get change. ガードされたらマイナス10あるんで。そう、それだったらダウン。If there's anything else, you guys should be asking that. せっかく当ててんのに。マイナス10とかってダメですよって、はいはい、まあね、それはさすがに俺はないと思うね。うん、あ、そうだよ、うん、なるほどね。そう、うん、まあ、でも それぐらいかな、やっぱり。じゃあ、まあ、結構、うん、まあ、EX バニーがどう変わるかで、もうキャラクターが変わるってこと、ね、別ゲーになっちゃうと思うな。俺ダウンしていいと思うけどな。ダメ、ダウンしてもいいけど、うん、やっぱめくりはいけないとか、なるほどね、地上から行かなきゃいけないとか、いろいろあると思うんだよね、うん、そこは。うん、難しい詐欺飛び系が可能とかだったらありな気がする。剣も結構ダイヤシでこかしても安定して詐欺飛びができなかったりするから。セットプレーがないの？セットプレー多分ないと思う。だからなんかそういう調整だったら、その人のスキルが出るから、うん、そうそう、だからその剣のダイヤシ当てた後の展開って、その剣 そのまさにそのスキルが、ね、やっぱ、ね、そのダイヤシ当てた距離とかにもよって、ちょっとどれぐらい歩くとかにも変わってくるわけじゃん。そうそうそう、そういうのってやっぱいい、面白いところだよね。なるほどね。剣のダイヤシはさ、別に詐欺なくていいんだよね。タツノキョンじゃん、だってまあまあまあ、そうね。まあ確かにね。声が超小さい、ごめんなさい。ちょっとじゃあ誰だろうね。誰だろう、俺か、みんなかな。誰か、じゃあ手に持ちましょうか、ごめんなさいね、ありがとうございます。あれ、ツナさんじゃん。えけど俺なんかうるさいって言われそうだよ。え、本当？いや聞こえるよ。あ、本当に？まあまあまあ。ツナさんの、ツナさんいるの？ツナさんかなこれ。誰？あ、ツナさんだね。ルツナ。普通に聞こえる。あ、じゃあ大丈夫かな。うん、大丈夫か。じゃあ普通に。はい。いやでもそっか。でもダウンされたらやだな。え、ダウンされたらやだ？うん。残念。ダウンさせられたら。させられたら。本当に今ね、EX バニーがカウンターヒットするとダウンするんだけど、でもめくりにはいけない。いけないんだ。普通に例えばガイルとかに飛び込んだらサマー確定するぐらいの
あ、なるほど、なるほど。ああ、それぐらいだったら全然いいよね。そうそうそう、うん、それぐらいだったら全然、うん、なるほど、うん、なんか言ってる、読んじゃっていいのこれ。ワイドズジャザンピッカコーナー。え、なに、サガット、サガット、なんでイタザンは、あ、要はじゃあ孫に、なんでイタさんはこう、はいはい、例えばサガットってキャラが出てきたときに、はいはいはい、そのサガットに行けるキャラを、うん、まあ、選択しないんですか、はいはいはい、なんでザンギーなんですか、難しい話です、ね、よろしくお願いします。あ、うん、もしくは、まあ、簡単に言っちゃうと、うん、ザンギーしか使えないんじゃないの。まあそれ簡単に言うとね、まあ、それは8割5分ぐらい、8割5分 あとの1割5分はこうね、例えばフェイロンとか一応相方でいいかなとか思っちゃうんだけど、だったらもうね、ほぼ全部フェイロンになっちゃうんだよね。俺もそう、うん、きついキャラにね、合わせたいけど、その合わせるキャラ使っちゃうと別にサガットじゃなくていいよなって、うん、一緒だろ、なんかちょうどいい相方とかがいれば、そうなんだよね、デコモココンビみたいな、そうそうそう、しかもね、上のキャラが万能で強すぎるっていうか、あの、うん、いけないキャラがいないんだよね、そう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 、うん、じゃ例えばじゃあ個人戦で、うん、まあ、エボみたいな大会形式で、うん、まあ、実際サガット使われたら、まあ、ザンギー今現状は使ってるわけで、そうそう、ザンギーで行くつもりだったし、けどよっぽど強いサガットじゃないと多分負けないでしょ、まあ、そうね、にわかだったらやっぱやり返しになるよっていう、実際1回戦一番初めの試合でね、ユン倒したらサガット出てきたんで、分かりやすいなと思って、結構やられる、当たり前のなの、いやでもね、そこまでそんなメジャーじゃないんだけど、約束して、うん、何、約束プロミス、No, sorry. 聞きませんでした。何の話だっけ。あ、そうそう。だからサガットに、ユンを倒したら、はい、サガットが入ってきた。2回戦目で、うん、はい。でもやっぱりそれはそんなに上手くないサガットだったから、うん、逆に芝居でやる。うまくないのサガットは全員使う。いや、もうザンギエフだけ使う。イブン、うん、サガットに使う。そのエボの負けるよ。まあけど、それだったら、まあ、誰かサガットにカウンターできるキャラを使おうとは別に思わない。うん、今んとこ思わないかなっていうふうに。ゲインよ、ゲイン。まあね。そこはね、難しいとこだけどね、ちょっとセスやりたいなとかね、ずっと思ってんだけどね、スクールやらないね、やってなくてね、うん、そうか、まあ、だから皆さんはね、結構スパ4以外にもたくさんゲームをやってるっていうのもある、それもあるし、だ例えば、まあ、なんだろう、こいつらなんだけど、ガチで行くんだったら、強いキャラ、例えば、セスとか用意して、サブキャラでザンギ要所で使うみたいなのは割とフォーメーションとしてありかなって、確かに。そうすると名前板橋ですなの。変わんない。名前変えちゃうとまあね。あ、そう。なるほどね。そっか。板さんがマン強いからゲンめっちゃ合うんじゃないだろうかって言われてるよ。ああ、なるほど。そうね。ゲン結構マッチ強いし、攻めても強いし、確かにそうですね。そうだね。でもテクが必要だよね、まずね。確かに確かに。ボタンテクね。テクがないんでね。100連呼。チューパン100連コントとかあれね、俺もあんまできないんだよ。けどなんかチュンリとかブランカとかに比べると、ホンダとかに比べると簡単なブレらしいよ。あ、そうなんだ。まあ、チューパンチだからね。そう、キャンセル猶予が長いんだって。はいはいはい。だってさ、ブランカは壊し電気とかやっぱり要求されるから、ね、そう壊し電気は多分一番難しいよね。あ、いや多分ホンダじゃないかな、コパハリかな。あ、そうなん、もう猶予がないんだ、単純に多分ね、うん。へー、ブランカもむずいのかな、ちょっとそこわかんない。だって壊しじゃん、だって壊し電気はだって。Alright, sorry guys, we're actually going to be wrapping up pretty soon, so no more questions. そう。だ例えばセットプレーである程度パンチをしといてとかだったらいいけど、いきなしできなきゃダメじゃん、やっぱ。そうだね。なるほど。壊し電気ってことは壊しをしてから5回押さないといけないってことでしょ。そうでしょ。そう。あ、そう、グラスをグラップで押してる。で、あと4回だじゃん。あ、じゃあ一緒か。難易度は。え？あ、押し方もあると思うけど。グラップでボタン4つ押せばあと2回になるってこと？いや、それはなんない。それはなんないです。じゃあグラップだと4回やっぱ押さなきゃダメ。そう、同時押し入れてもう1回押すか、それは多分人それぞれによると思うんですけど、はいはい、あ、そっか、同時押し、あ、だったら簡単じゃん、パンパンパンってこと。いや違う、大電撃にしなきゃ
キだとか多分弱電撃とかいろいろあると思うんで、キャラによってはなんでそこはまあやっぱりボタンをどう押すかでもあるなるほど、あんまり分かってないでしょ今知ったかの顔もしてるし知ってるかな、知ってる、知ってる、知ったかの顔してた、カメラ止めてくださいそうなんだ、なるほどね、そろそろ、あ、そろそろお時間でございます、お時間の方もはい来たんでね、ってことでね、今日参加してくださった方ありがとうございました、ありがとうございました、マジで、さあ、ということで次は22、はい、はい、22、ミステラで会いましょう、はい、公開収録なんでね、あ、そう、あのさ、遊びに来てほしいですね、そうっすよ、一応じゃあちょっと告知しておきましょうかね、8月22日、ユビケンチャンピオンシップ決勝がございますが、その前に組手があるんですよね、ありますね、組手があるんですよ、 あれがもらえちゃうやつ、そう、 あれね、今ね、サンさんいいこと言ったんですけど、サプライズだから、そう、あのね、あのねで、8月22日なんですけど、決勝は9時からです、夜の9時から決勝で、その前に、指剣、メンバーと組手がございます、でそれが時間が夜、7時から始まりますので、皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします、質問がちょっと面白かった、質問が面白かった、August 22nd 電話は梅原さんにつながる電話なのか、ピザサービスなのかっていうのを、なんで俺に聞いたんですか、これは梅さんにつながります、梅原さん直接ホットセンスあるね、これはね、やばいじゃん、何さん、何さんだったんだろう、あーもう流れちゃいました、ね、いるスティルメナスみたいな、スティルメナス誰だろうね、面白いね、うん、極まってますね、梅原ホットラインって梅原ホットラインやばいですね、ごめんなさい、説明の途中にちょっと悪いしない、全然大丈夫です、超面白かったんで梅原ホットラインちょっといいですねなんで、22日木曜日、7時から一応イベントやっておりますので、西川さんの方にぜひ遊びにいらしてください、うん、はい、で、決勝は21時から夜9時からですね、今回に、勝ち上がったシン君と錦金ブランカと、あと一輝さんのメガは9時までに、まあそうですね、8時半ぐらいまでですかね、一応説明とかがありますので、8時半ぐらいまでには西川さんの方に来ていただけると嬉しいです、よろしくお願いいたします、で、次の日8月23日金曜日ですね、次の日も、我が指券ちょっとイベントやらせていただくことになりまして、まあ影さんいつもありがとうございます、シャドルショーダウンの、日本の予選を、やらせていただけることになりました、こちらの方もですね、あ、これ優勝するとトーナメント優勝しますとオーストラリアになんとご招待ということで、シャトルショーダウンの、主催者様の方より渡航費を出していただけるとのことなので、皆さんちょっと渡航費とホテル、確かホテルもやばい、全部出る、やばいですねそれ、なんでちょっと平日なんですけれども、ぜひぜひ皆様ちょっとモサの皆様もうちょっとね、ぜひ腕を振るいに来てください、時間ですが、あ、どうぞ、8時から、20時からですね、20時からスタートです、事前に、ウェブからエントリーできますので、よろしくお願いいたします、ちょっとURL の方を出せればちょっと出していただいて、こちらの方でエントリーをやっておりますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします、定員もあるんです、そうですね、何人ぐらい、まだまだ全然いける、まだいけますよね、人数まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。ぜひぜひエントリーの方よろしくお願いいたします。お待ちしております。当日のエントリーはありますか？空いてれば当日のエントリーも。まあでも一応いろいろこちらで準備がございますので、もし皆様できればなるべく事前エントリーの方をよろしくお願いいたします。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。もう一応言います。時間は8時スタートでございます。よろしくお願いいたします。はい、伊藤さんなんか。なんかポロっと言いたかった。なるほど。その場じゃない。しょうもないガヤ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。いいんですよ、そういうのはどんどん言ってもらって。はい、ということでね、告知でございました。ね、じゃあ22日と23日は日セガで。そうね。みんな会おうぜ。ということで、優勝すればタレでオーストリアレレリア行けるとかええな、ほんまやな。あのね、でもこれ結構。
構強い人来るんじゃないかな。いや相当来ると思いますけどね。うん、ね、渡航費だけで考えても相当な、うん、いくらする、うん、10万ちょいぐらいはするの、オーストラリアって。まあ、時間ギリギリ取ったらそのくらいしちゃうかもしれない。でもね、まあね、いい経験だと思います、本当に。ぜひ、ぜひぜひ。コアラがいるとこ、コアラがいるとこ、コアラいますね。あ、いいね。カンガルーもいますね。行きてー。なんか行きたいな。過去に優勝した2024位さんも来るということなんですけど、これ、多分エイタさん。エイタのことだろうね、多分。なんで2024位エゴですか、うん、あ、1回戦負けやっぱ。ちゃんとは分からないですけど。まあ相当体調悪そうでしたけどね、うん、大会の日、うん、2024位まあまあ何サッカーだっけ、1600人ぐらい、1700、6700人ぐらい、うん、まあまあね、まあしょうがないこともあるってことですね、よくあることですね。あ、これですね、アンダートンさんの T シャツございます。これいいね、いいでしょ、うん、これショップで、オンラインショップで買えますんで、皆さんぜひぜひよろしくお願い申し上げます。はい、さあ、まあ、こんな感じですかね、告知は。つなさん、これ本物だったらぜひ来てください。あ、そうだ、つなさん来てくださいよ。そうそう、オーストラリア全然あると思います、本当に。つなさん行きたいって言ってる。つなさん来るんだったらなんか企画するんで、樹立会で。お、はい、しんくんできる、ね、どんなの。いや、もう毎回サミットやってるんで、樹立、ね、樹立はつながりが深いからね、うん、待って、用なしも来るじゃない、そしたらえ、来てほしい、来てほしいな、ね、でオーストラリアにもね、すごい樹立会いるんだよね、何か。あ、そうなんですか。いたっけ、なんかシンさんに何かいろいろ聞いてほしいとかって。あ、本当ですか。なんかいろいろすごいシンさんのことファンな人がいて。ああ、うまいですね。そう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 。じゃあなんと、まあ、きっと樹立の人が行くと喜ぶんじゃないですかね、うん、ということで。さあ、ということってこんな感じですかね。じゃあ告知もこのあたりということで、はい、じゃあ今日ゲストの伊田さん、はい、最後に一言。最後にこの振りはすごいわ。確かにびっくりだ。バーンと水袋が飛んでね。そうだね。面白い、面白い感じで締めてくださいよ。面白い。締めろだと。貴様。そうね。いや、面白かったですよ。面白かった。あ、よかったよかった。そう。うん。ね、なんか体感も出れましたし。いや、本当すみません、急にありがとうございます。いい、まあ、ロマンをたくさんくださいね。ロマンを。ちょ、またロマンをね。はい。ちょっとまたロマンをぜひ。ちょっとロマン足りなくなったら。はい、なんか普通にちょっとみんなで集まって配信とかしたいですね。なんか、はいはい、麻雀とかやりましょうよ、みんなで。ああ、そういうあれ？そういうあれも全然。やりましょうやりましょう。あ、そういうあれね。そういうあれで。ちょっと顔赤いぞって書いてある。面白い。あのね。カジノで負けた時も顔真っ赤だったのよ。本人は赤になってないって言い張ってたよね。いや、ドリンクが入ってるからマジで本当に。お酒入ってればやっぱり。いや人は顔が赤くなる、ね。いや超面白かったっすよ本当に。伊藤さん顔やばくねとか。いや、伊藤さん。ね、顔やばいよとか言って。それで負けたぐらい。一生懸命言ってんだ。だからもう本当に。もう。あ、ということでね、まあ、面白おかしい三太郎さんが今日はちょっと遊んだらしゃいや。すみません、本物だな、これ。あ、ほんと？なんか、多分俺と麻雀やったことあるんでしょうね。へぇ、俺もあるよ。そうだね、すみません。ほんとに？これ本物だ。すみません、来た方がいいですよ、絶対。鹿児島からでしょ。鹿児島から。ぜひ来てください。鹿児島から。すみません、桃鉄できるんじゃないの、そういえば。すみません、できますよ。これは、あれ桃鉄配信が始まっちゃうな。やりましょうか。楽しみ増えてきたな。なあ。つなさん待ってます。はい。ということで、じゃあ今日の配信はこのぐらいで。ありがとうございました。うん、はい。お疲れ様。じゃあみんなバイバイ。よろしくお願いします。はい。お待ちします。じゃあね。